畳が何からできているか知っていますか？畳はいぐさの下に藁床があります。この藁床は1畳につき約30キロの藁が使用されています。30キロの藁ってどれぐらいという方、この藁からは約2550杯ものご飯が収穫できる量でもあります。またこのエネルギー量は成人男性399人の基礎代謝に匹敵する量です。さてここから畳くんを使って畳の構造について説明したいと思います。畳の寸法は1枚1枚違います。真ん中2人を同じ大きさにして、他の畳は部屋に収まるような大きさに不揃いになっています。また畳くんはこれが真の姿ではありません。この中には防腐剤くん、そしてそのまた中にも藁床くんがいて、これら3人が重なって畳ができているのです。そんな畳には畳屋さんの気配りがたくさん込められてできた品物なのです。畳屋さんは主に畳の修理をしています。一枚一枚寸法の違う畳を測った後に、厚みが均等でない藁床が完成した際に、すべてが平らで歩きやすいよう縫うきつさに強弱をつけて平らにします。とても硬いものを縫うため、手には金属の手当てが布で覆われ、紐でくくりつけられています。針を手のひらで押し付け縫うため、布も1ヶ月で穴が開いてしまうほどです。また畳が汚れてしまった、他の畳と取り替えたいが寸法が違うという時のために、なるべく畳の寸法を同じ大きさに直し取り替えられるような配慮をしています。加えてお客様だけの配慮ではなく、次別の畳屋に頼んだ時のために、どこにはめる畳なのか誰もが分かる印をつける気配りが施されています。そんな畳でできたお部屋を寝るためだけの場所に使っている人も少なくないのではないでしょうか。しかし私が考えるに、フローリングとは違った曖昧さを持つ面白い空間なのです。フローリングでは食べる場所、座る場所、寝る場所、床、空間の中で役割が明確に分けられてしまっていますけれども、畳は上で寝たり座ったり、茶道においてはお茶菓子を畳の上に置きますね。すべての行為を畳は許容した存在なのです。手土産を渡すマナーとして、茶舞台の上ではなく下から渡すのが礼儀のように、フローリングとは違い、単なる床とは言い難い空間という認識があるのではないでしょうか。また畳は空間でありながら、4畳半という言葉だけで貧しさを象徴してしまうものでもあるのです。畳は単なる床ではなく、人の気持ちがたくさん込められてできた特別な空間なのです。そんな空間を堪能できるのは、私たち畳のお部屋を持つ特権なのではないでしょうか。あなたももう一度お家の畳でゆっくり過ごしてみてください。